大谷翔平さんを金髪にしてみた。割と似合うな。やっぱ大谷もオシャレには興味あるんやね。野球しか興味ないのかと思ってた。まあまあかっこええやん。ドナルド・トランプかん。かっこいい。怪しさプンプンやがわりとありで草。悪くないけど黒髪が思考ってはっきりわかんだね。ちな金髪にしない方がかっこよかったからやめた。挑発バージョンのボス大谷。これはこれでこそかっこいいな。なんか芸能人でこういう人おるよな。手越しやん。髪型のせいでトランプ感すごい。似合ってるけど。ゴジータやん。手越しやん。かっこいい。一番ええ感じやん。いや黒の方がいいやろ。やっぱ男も涙袋あった方がええな。一平は？大谷は銀髪が似合いそう。やっぱ黒やな。容姿やスタイルって意味だけでも大谷超えって日本人には無理そうだよな。コミュ力の点でもいい意味で日本人離れしてて海外の人たちと波長合ってるし、ほんまユニコーンやわ。手越しやん。キンプリ永瀬に似てるな。一枚目サッカーの伊藤にクリソツやんか。翔平ちゃんが不良になっちまっただ？ケンシロウみたい。歌舞伎町でホストの帝王やってそう。やっぱ大谷ってヤンキー気質だよな。割と似合う顔やったんやな。身長と顔の小ささがチートやから何をやってもそこそこいけてしまう。完璧人間すぎる。得体の金髪はかっこええな。かっこいいな。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。